マティルド・ダルトワ愛称魔王、魔王・ダルトワとも称される。アルトワ・ハク・ロベール2世と最初の妻・アミシード、クルトネーの第一子長女にあたる。ブルゴーニュ・ハク・オトン4世妃であり、父の死去により、アルトワ女白となった人物。二人いた娘、長女、ジャンヌ、次女ブランシュを双方フランス王家に嫁がせ、フランス王・フィリップ5世、シャルル4世の義母となった。マティルドの父・ロベール2世は、 フランス王類発生王子であった初代アルトワ博、ロベール一世とマティルド・ド・ブラバンの息子で、母アミシーは、コンシュ教、ピエール・ド・クルトネーとペトロニーエド・ジョワニーの娘にあたる。マティルドには二人亭がおり、母の実家から、コンシュ教を継いだ、長男とフィリップ・ダルトワは、イングランド王ヘンリー三世の孫娘にあたるブランシュ、ド・ブルターニュと結婚した。自定ロベールは2歳ほどで溶接している。 1302年7月11日に、金白社の戦いで、父ロベール2世が戦死した際、マティルドが、アルトワ伯領を相続し除白となった。本来父の相続人であった、長尾とフィリップがすでに1298年に、戦死しており、アルトワ家の男系に当時幼少であった、フィリップの長男ロベール3世イダルトワがいたが、アルトワが監修で、男系相続より、 長室相続を重んじていたため、相続人には男子であるが、先代の孫にあたるロベール3世より、先代の着女であるマティルドが優先された。この相続が後には、おいかんのアルトワ伯両相続における対立の原因となった。ロベール3世は、自分のアルトワ伯両相続権を主張したが、1309年10月9日に、フランス王フィリップ4世によって、 マオに有利に決定され、マオは1311年12月にフォンテーヌブローにてベテューヌ領を配慮した。1314年、ロベール・三世の支援を受けた小貴族たちが反逆を起こしたが、マティルドはすべて鎮圧した。オイ・ロベール・三世は、フランス王家に嫁がせたマティルドの娘たちが後日のネールの同事件に巻き込まれた隙をつき、 マティルドに仕えていた上官ベアトリス・ディルソンのおじで、アルトワの最小を務めたコアラス司教、ティエリー・ラルシェール・ディルソンの愛人、ジャンヌ・ド・ディボンと、マティルドに恨みを抱く、者同士で結託し、1317年10月9日、ロベール三世を後継者とするというロベール二世の遺言状を偽造した。偽の遺言状を提出して王に、ロベール三世こそが、 アルトワ伯領の統治者であると訴え、マティルドからアルトワ伯領を奪おうとした。しかし、結局遺言状の偽造は王家に看破され、マティルドは白衣没収を免れた。この一件により関与したジャンヌとディボンは、パリの豚の市場にて家計に処され、ロベール三世はフランス王家への無本人と認定され、所領を没収され母方の親戚にあたるイングランド王家に亡命し、 残された妻子はフランス王家に逮捕された。マティルドは権威主義的な面から不評を買うこともあったが、領主としての手腕に優れた人物であった。領民には無人像の寛大さを発揮し、生活困窮者や修道院、病院に多くの寄付を送っていた。また、芸術を悲劇し、まるでそれを励みとするかのように、マティルドが写し取った貴重な数多くの写本が残っている。 マティルドは1291年6月9日に30歳ほど年上で、当時50歳ほどであったブルゴーニュ博オトン4世の二人目の妻として結婚した。夫オトン4世は、先代ブルゴーニュ博ユーグ3世ドシャロンと、非、アリックス・ドメラニーの息子であり、母方を通じ、フランス王類7世とアリエノールガキテーヌのライマーゴにあたる。と結婚する前は前、 フィリッパド・バルトの間に、一人娘、アリックスを設けており、アリックスは、ブルゴーニュコ・ロベール2世の養接した長男ジャンと、婚約していた。オトン4世との死別後は、ブルゴーニュ博を、バッシの長男ロベールに相続させ、ロベールが若字にした後は、長女ジャンヌに相続させ、幼少の子女に代わり摂政として、ブルゴーニュ博領を統治した。自分の娘二人を、 フランス王フィリップ四世の次男、三男に嫁がせ、次男、フィリップ王子と、長女ジャンヌを、三男、シャルル王子と、次女ブランシュをおのおの結婚させたが、ブランシュが、ネールの同事件にて不定により逮捕、ジャンヌも事件に加担していたとされ、ブランシュはガイアール城、ジャンヌはドルダン城に遊兵された。ジャンヌは、夫フィリップと、魔王の弁護により不定の証拠不十分とされ、 釈放されたが、ブランシュは、夫シャルルから幽閉を解かれず、後に、王家の主張である、近親婚が認められ、ブランシュは、教会から婚姻の無効を宣言され、ポントワーズ近くのモビュイソン女子修道院に入れられ、優秀の身のまま死去した。夫・オトン四世との間に三死に恵まれた。夫・オトン四世は1三百三年三月十七日、または十六日に、ムランで亡くなり、 シャルリューに埋葬された。マティルドは1329年10月27日にパリで亡くなり、1328年3月24日に書いた遺言書により、サントゥアン・ロモヌのモビュイソン修道院、フランス語版に埋葬された。ありがとうございます。